GP の店長です。今回は、GP に新しいブランドが仲間入りしたので、紹介していきたいと思います。ご紹介するのは、ローリングペーパーブランド、カシミールっていうブランドになります。このカシミールっていうブランドは、これアメリカのシカゴ初のブランドなんですよね。諸説ありますけれども、こういうローリングペーパーって、スペインのアルコイっていう街が発祥なんて言われてます。実は、メジャーなローリングペーパーブランド、これヨーロッパのブランドとっても多いんですよね。それぐらい、ローリングペーパーって、やっぱりヨーロッパが中心で、回ってるっていうところもあるんですよね。そんな中、このカシミールは珍しくこれペーパー、これ全部メイドイン USA。これアメリカ製なんですよね。まずこれ、手に取ってすぐ目に入るのがサイケデリックなこのペイズリー柄のデザインですね。こういうカラフルなペイズリー柄っていうと、1960年代後半のこうヒッピー文化をこう象徴するデザインだと思います。で、このね、ペイズリー柄なんかは当時、よくこう洋服のモチーフなんかにもね、よく使われてまして、こう結構古着屋さんなんかでこうヴィンテージウェアなんかで、こういうデザイン使ったものがね、あるんで、古着好きな人はちょっとこういうデザイン見たことあるんじゃないかと思います。そんなね、こうラブ&ピースでこう自由なね、こう古き良き時代の、こうスピリッツをこう結構現代風にこうアレンジしたデザインがすっごく魅力的です。ローリングトレーなんかもね、こういうちょっとこう、サイケデリックというか、ドープというか、そういうデザインのものが多いんで、これ結構ね、これ部屋のインテリアなんかでね、こう置いてあると、こう結構おしゃれなんじゃないかなと思います。次はやっぱりペーパーブランドなんでね、これペーパーの特徴からいきます。一番の特徴は、オーガニックに徹底的にこだわった素材を使用しているという点です。ライス、ヘンプ、バンブーという様々な素材のものがありますけど、まあ普通のね、これ紙使うときに、こう塩素とか、まあその他のこう結構有害物質なんかがね、使われている場合がありますけれども、カシミールのペーパーはそういったものを一切使ってません。非常にね、体にも環境にも配慮されて作られているペーパーだと思います。これすべてのペーパーが、まあ、ここ数年ね、とても流行ってる薄紙になってますんで、タバコ本来の味を損なわずに、こうゆっくりと燃えながら、喫煙を楽しむことができます。今回入ったペーパー、まずはこれ、オーガニックヘンプ、定番ですね、これ。で、あとこれちょっと珍しいです。バンブーです。で、あとはもうこれもやっぱりもう今本当に定番になってますけど、ウルトラシンっていう超薄紙ってやつですね。これちょっとね、個人的に一番おすすめしてるやつなんですけど、これメディグレードって言います。これ医療グレードの最上級の有機麻素材で作られたペーパーで、一応これディスペンサリー向けだそうです。ちょっと興味ありません、これ。はい、まあこういったね、ラインナップなんですけど、結構パイプやボングなんかだと、こう、いろんなもの試してみたいなーなんて思ってる人多いと思うんですけど、なんでかこう、ペーパーって割とこう、同じメーカーの、同じアイテムをこう、結構、選んでしまう傾向があると思うんですよね。まあぶっちゃけ、喫煙自体やっぱ、健康にはあまりよろしくないですけど、でも、近年ね、各メーカー、その塩素フリーにしたりだとか、そういうオーガニックな素材使ったりだとか、こう、体や環境にこう、気を配った素材っていうのを、こう、積極的にこう、取り入れてる傾向があります。まあもちろんね、これおのおの好きなブランドがあると思うので、一概には言えないですけど、メーカーじゃなくて、こう、例えばこれがそのオーガニックのそのヘンプだとか、素材でちょっとこう選んでみるとね、結構こう新しいこう発見なんかがあったりして楽しいと思うので、これからもちょっとこうね、いろいろこういうのをチェックしてみてください。以上、店長でした。